肉の代わりに、テンペを用いたテンペバーガー豆腐を代替肉とした酢豚大豆タンパクで作った、ミートパイ代替肉とは動物をとさつ食肉処理した、通常の肉ではなく、大豆など植物性原料を使い肉の味や食感を再現して作られた、肉の代わりとなる、植物ベースの食品である。フェイクミート、大豆ミート、大豆肉、ソイミート、生地肉、植物性タンパク、 アナログミートなどとも呼ばれる。日本でも2019年頃から代替肉は広がりを見せてきている。2020年時点での代替肉は割高となっているが市場が拡大するにつれて価格は安くなることが予想される。コストコは2024年までに少なくとも一つの代替肉製品は肉と同等の値段あるいはそれより安く販売すると約束している。 また本来の肉でも動物の飼育を伴わない培養肉の開発も進んでおり世界人口の増加や畜産に伴う環境を負荷動物倫理などの解決策として注目されている2050年には世界人口が100億人に達すると言われており FAO は2011年に世界の食肉消費が2050年までに73% 父は58%増えるだろうと発表した。2017年の世界の家畜、家金と畜数は、肉用鳥665億6、672万5000は、祭壇鳥78億3838 38万は、豚14億8、598万6756頭、肉牛3億441万4858頭、乳牛2億7、 801万4、142頭と世界人口の10倍以上に上る。さらに魚も含めると人間の食のために年3000億もの動物が消費されていることになる。これら大量の家畜を使用するために地球上の居住可能な土地の約40%が畜産業に使われており、森林破壊、温室効果ガス排出、水資源の大量消費など、 環境破壊の主要原因となっている。2006年に FAO は調査報告書、家畜の長い影で、畜産業は最も深刻な環境問題の上位2.3番以内に入ると発表したが、それ以来畜産業は拡大を続けている。2019年12月、科学者たちは畜産業がこのまま拡大し続けるなら2030年には、 気温1.5度上昇するのに必要な二酸化炭素の49%を畜産業が排出することになると述べ、畜産業はこれ以上家畜生産を増やさないというピーク点を設定すべきだと表明した。2019年、世界経済フォーラムはダボス会議の前に代替肉についての報告書を出し、肉に代わる、タンパク質は食品汚染のリスクがなく、 温室効果ガス排出量の大幅な削減につながる可能性があるとして今後の増加する人口のタンパク質需要を満たすためにはタンパク質システムの変革が必要だろうと言っている。また2019年1月16日付の A 医学雑誌ザランセッタには野菜を多く取り肉乳製品砂糖を控えるように提案する論文が発表された。 栄養や食に関する政策を研究する世界の科学者30人が3年にわたって協議し、100億人の食を支えるために各国政府が採用できる案をまとめたもので、こうした食の改革を行わないと地球に破滅的なダメージが待ち受けているという。現在地球上の農業用地のうちントを畜産業が使用しているが、そこから得られるカロリーは、 たったの18%にしか過ぎない。こういった動物性食品に伴う環境負荷や持続可能性への意識の高まり、そして効率重視の向上型畜産に伴う動物倫理問題が代替肉市場の拡大へつながっている。2019年末からパンデミックを起こした新型コロナウイルス感染症は畜産システムの脆弱性を露呈した。 ベルトコンベア式に多くの人が密接して食肉処理、加工しなければならない。屠殺場ではクラスターが発生し、アメリカでは22の屠殺場が次々と操業を停止し、4月12日には巨大な屠殺場であるスミスフィールドフーズの屠殺場も無期限で停止した。屠殺場が停止したことにより、行き場のなくなった農場の鳥や豚が殺処分される事態にまで発展した。 食料品店は肉の販売を制限し始めたことで肉の代替品はこれまでにないほど需要が急増した。代替肉の大手であるビヨンドミートは2020年4月シェアが49%にまで上昇した。またニールセンがビジネスインサイダーに4月に提供したレポートによると4月11日までの4週間で生肉の代替食品の需要が 前年比で272.2%も急増したという。ビーガンのような脱動物搾取という考えは、大体肉市場の拡大のトリガーとなっている。世界3カ国を除く全ての国の消費者がビゴニュアリー運動に参加しており、2014年にこの運動が始まって以来、参加者は毎年2倍以上増えている。ビゴニュアリーによると、 推定で人口の3から10%は肉を食べない。2015年に設立され、現在では代替肉や培養肉をプロモートする世界的イニシアチブであるグッドフードインスティチュートの目的は動物の犠牲を減らすことにある。同団体の創設者であるブルース・フリードリヒはもともと毛皮へ抗議するなど動物の権利活動家であったが、より効果的に動物の犠牲を減らすために、 同団体を設立したという、大体憎い公へのもう一つのイニシアチブといえばファーだ。ファーは投資機関に畜産のリスクを啓発することを目的とした投資機関ネットワークでファーをサポートする投資機関は2019年12月で199名、その運用資産は2197兆円、20.1兆ドルにも上る。ファーは 代替肉への移行を企業に促すプロジェクトを進めている。ファーの創業者で CEO であるジェルミー・コラーは動物の権利や工場畜産の恐怖について長年問題提起してきた。ただ彼はそれらの解決方法として動物がかわいそうというメッセージではなく人々に工場畜産を人間の世界的な持続可能性の問題として提起している。 2019年9月には、ビーガンと気候変動対策のための ETF が、米国証券取引委員会に登録され、2020年1月から投資受付を開始され、同信託は、アメリカの大企業のうちビーガンや、気候変動に配慮した企業のみで構成され、動物生食品を取り扱う企業や、動物実験を実施している会社の株はすべて除外されると言われている。 世界で初めて作られた培養肉に資金提供したのはグーグルの共同創業者のセルゲイ・ブリンであるが投資の理由を動物福祉のためだと述べている。人々は近代の食肉生産に間違ったイメージを持っている。人々はごく一部の動物を見て自然な農場を想像する。しかしもし牛がどんな風に扱われているかを知ったらこれは良くないとわかるだろう。 大体肉の先駆的存在であるビヨンドミート社のサイトには次のように書かれている。私たちは人間の健康の改善、気候変動へのプラスの影響、天然資源の保護、そして動物福祉の尊重に尽くします。同社の創業者兼 CEO のイーサン・ブラウンはビーガンだ。7歳で人間は犬をペットとして大事にするが、とてもよく似た豚は食用にして、 尊重しないのはなぜかと疑問抱き、成長するにつれて、食肉大量消費の問題を知ったという。イートジャスト社は、最も有名な大体乱の会社で、2020年12月には、動物飼育を伴わない、培養系肉を世界で、初めて販売開始した。同社の設立者の一人である、女子ボークは、食肉処理場や工場畜産の副面調査員として、 働き、工場畜産反対キャンペーンを展開した後、鈴の副社長で畜産動物保護を担当している人物である。2019年 EU 農業アウトルック会議は EU の食肉消費はこれまで増加傾向で推移してきたものの、菜食主義者の定着、健康志向及び環境、動物福祉への配慮などによる植物性タンパク質への移行や、 EU 市民の高齢化などもあり、緩やかに減少すると予測されている。なお、一人当たり、装飾肉消費量は、2010年から2020年までの間に3ラム増加するも、2020年から2030年までの間で、約1ラムの減少が見込まれると報告した。経営コンサルティング会社 AT カーニーの分析は、2040年には、肉市場における、 培養肉、代替肉の占める割合は60%になるだろうと予測、現在の畜産由来の肉は実に40%にまで低下するだろうという。シンクタンクのリースンケックスも、またレポート、リースンキングフードアグリ2020から2030の中で、アメリカの植物性タンパクの産業が急速に拡大するだけでなく、 今後15年間で動物タンパク産業に匹敵するものになると予測する。このレポートは植物性及び培養されたタンパク質は2030年までに動物タンパク質より5倍安くなると予測しており、牛乳の需要については2035年までに90%減少し、他の畜産物も同様の道をたどるという。株式会社、矢野経済研究所によると、 2020年における代替肉の世界市場規模はメーカー出荷金額ベースでに572億6300万円。2025年は6732億1900万円に拡大し、2030年には1兆8723億に0円に達すると予想されている。2197兆円分の投資機関ネットワーク、ファーは、 2050年までに2度上昇するとする温暖化シナリオにおいて食肉部門は数十億ドルのリスクを抱えると報告しており現在食肉企業を含めた多くの大手企業が代替肉の開発・販売を始めている2020年時点でネスレ、テスコ、ユニリーバなどの大手食品会社の40%は植物ベースの製品のチームを持っており 食品小売業者の47%が肉の棚で植物ベースの代替肉を販売しているか販売する予定でいる。カナダ政府は2018年11月に植物性タンパク質に1億5300万ドル投資することを発表した。フードフロンティアの新しいレポートは2030年までにオーストラリアにおける植物性食品の消費支出が30億ドルに 成長すると予測する。中国では2020年に入ってから、ケンタッキー、スターバックスといった大手飲食チェーンが代替肉の採用を開始した。中国の二人の上級当局者は、植物ベース及び細胞ベースの肉を推進することを国に要求している。中国国家発展改革委員会は、豚熱拡大を受けて、植物性肉への投資を奨励すると発表した。 ユーロムナターによると中国の植物性食品市場は2014年以来33.5%成長し2018年は97億ドルにまで上昇した2023年までには119億ドルになるだろうと予測されているスイスの金融大手 UBS は2018年に約5000億円だった植物肉の世界市場が30年には9兆円を 超えると見込む。欧州連合は、温室効果ガス削減のための行動計画を定める、欧州グリーンディールの中心となる、ファーム2フォークを2020年5月に発表し、代替タンパク質の研究に資金を提供、植物ベースの食事の促進が掲げられた。2019年、環境省は、ミートフリーマンデーを推進する、ミートフリーマンデーオールジャパンに、環境大臣賞を授与した。 2020年3月には新しい食料、農業、農村基本計画で多様な食の需要に対応するため大豆と植物タンパクを用いる代替肉の研究開発等食と先端技術を掛け合わせたフードテックの展開を産学関連系で推進し新たな市場を創出するが盛り込まれ農林水産省は同年4月フードテック研究会を設立 最先端技術を活用した、タンパク質の供給の多様化が話し合われている。7月の中間取りまとめでは、代替肉や、培養肉は重要な分野だとの認識を示した。ビヨンドミート社の100%ビーガンのビヨンドミートは、すでに市場に出ており、スーパーマーケットのホールフーズマーケットやテスコ、ファーストフードの A&W カナダ、2019年7月からは、 ダンキンドーナツでも販売されている。9月からは、サブウェイが米国とカナダの685の店舗で代替肉を使ったビヨンドミッドボールマリナラを販売すると発表した。同社は2019年5月2日にナスダック市場に上場し、株価は一時 IPO 価格の3倍を超えた。マクドナルドで4年間取締役だったドナルド・トンプソンは同社を退職し、 ビヨンドミート社の役員に就任した。同社へは大きな注目が集まっている。ビヨンドミート社のサイトには次のように書かれている。私たちは人間の健康の改善、気候変動へのプラスの影響、天然資源の保護、そして動物福祉の尊重に尽くします。代替肉の製造。 開発のために2011年に設立された同社は2019年までに7億5000万ドル以上の資金調達に成功している。インポッシブルフーズ社のインポッシブルバーガーはアメリカのバーガーキングで販売が始まっており、2019年9月からはカリフォルニア州のスーパーでの販売も開始し、一般の消費者も生の状態で購入できるようになった。2020年10月、 同社は来年中に研究開発チームを倍増させ、新製品開発を加速するために100人以上の科学者を雇用する計画を発表した。同社は2035年までに動物性食品の必要性を排除することを目標に掲げている。NBA の選手であるディアンドレ・ジョーダン、キリエ・アービング、クリス・ポールやレオナルド・ディカプリオがビヨンド・ミート社に投資している。 リカプリオは2018年9月26日、自身のツイッターで次のように述べている。植物性のハンバーガーは、牛肉のハンバーガーよりも水の使用量が99%少なく、土地の使用は93%少なく、エネルギーの使用量は50%近く少ない。そして、温室効果ガスは90%削減される。未来のタンパク質への投資家であることを誇りに思う。 インポッシブルフーズ社には、マイクロソフトの創設者であるビル・ゲイツや、コースラ・ベンチャーズ、グーグル・ベンチャーズ、ホライズン・ベンチャーズ、UBS、バイキング・グローバル・インベスターズ、テマセク、セーディング・キャピタルなどの機関投資家が投資している。2016年10月に、畜産物パッカー最大手である、タイソン・フーズが、フェイク・ミート製造企業である、ビヨンド・ミート社の株式を5%取得すると発表。 さらにタイソンは2018年2月、自社製の代替肉を販売することを発表。2019年6月には独自の植物、由来商品ブランド、レーズドルーテッドを立ち上げた。2017年9月に、米国食品卸し最大手であるシスココーポレーションがビヨンドミート社と業務提携すると発表。2017年9月、ネスレ USA が 植物ベースの冷凍食品、植物ベースの冷凍バーガー、プロテインの製造業者であるスイートアースを買収することに合意。2017年12月にはカナダの肉会社メープルリーフフーズが米国の肉代替会社フィールドローストグレインミートを1億2000万ドルで買収。この取引は先立って同社が植物性タンパク質の製造会社、 ライトリフフーズを1億4000万ドルで購入したことを保管するものである。メイプルリーフの社長マイケル・マッケインは買収は持続可能なタンパク質のリーダーとなり社会に貢献するという我々の目的に合致すると述べている。ドイツでは2018年国内最大の課金生産企業である PHW グループがビヨンドミート社と契約。PHW 社は 米国の植物性タンパク質会社との提携を通じて事業を多様化することができることは喜ばしいと述べている。アメリカで4番目に大きいブロイラー会社のペルデュー・ファームズは2018年9月、ビーガン食や植物ベースのタンパク質などの皮肉タンパク質事業を検討していると報道陣に対して語った。2018年12月、ユニリーバが オランダの食肉代替会社であるザ・ベジタリアン・ブッチャーを買収すると発表。ユニリーバはこの買収を消費者の間で増加しているベジタリアンやビーガンの需要に応えるものと述べている。米国大手ハンバーガーチェーンのバーガーキング社は一部の地域で2019年4月よりインポッシブルフーズ社のインポッシブルバーガーを用いたインポッシブルワッパーの試験販売を開始したが、 予想を上回る販売数量を記録したことから、同社は8月初旬から全米の店舗で同商品を販売。2019年8月、アメリカの食肉会社、スミスフィールドフーズは、植物ベースのタンパク質の販売を開始すると発表。2019年8月、ケンタッキーが、植物由来のフライドチキンを、米アトランタの店舗で試験販売開始。 2019年5月に、ブラジルの世界大手食肉加工会社、JBS が植物性のハンバーガーインクレディブル、バーガーを発表。2019年5月、KFC の代表は CNN に対して、鶏肉の代替の検討を進めていると話した。また、同じ鶏肉のファストフードであるチックフィル A もすでに代替系肉について検討している。2019年9月、 食品企業 ADM とブラジルで2番目に大きい食肉加工会社がブラジルで植物性タンパク質ベースの製品を生産、販売するために協力。牛肉と同じ食感と味の植物性食品の開発を開始。2020年1月、スターバックスは環境計画の中で植物由来の朝食メニューの追加を発表。同社 CEO は私たちは 朝食メニューの肉の代替品を模索しています。世界中のお客様は植物由来の選択肢が増えることを期待できますと述べた。2020年1月、世界第4位、タイの CPF ズの最高責任者は今年は植物由来の肉代用品を導入すると述べた。2020年1月、アメリカで10番目に大きいレストランチェーンパネラはメニューの半分を 植物性にすると発表。同社 CEO は、あなたにとって、そして世界にとって、環境にとって、そして動物にとってより良いと述べた。2020年4月、KFC が中国において、期間限定で、穀物大手カーギル社の植物性のフライドチキンの販売を開始。2020年5月、食肉加工世界第9位。 世界有数の牛肉生産者のマーフリーグと世界的な大手栄養会社である ADM が植物ベースの販売事業のプランプラスフーズの設立に合意。2020年7月、KFC は鳥の細胞組織と植物由来成分からなる材料を使った 3D バイオプリンティング技術によるナゲットの開発を開始。生産プロセスは動物に いかなる害も引き起こしませんとのこと。2020年7月、ネスレは代替肉のパティ、ガーデングルメセンセーショナルバーガーの販売を欧州で始めた。同社は中国では1億スイスフランを投じ、年内にも現地で代替肉の生産を始めるという。2020年9月、テスコは WWFUK とのパートナーシップで2025年までに、 植物ベースの肉代替商品を300%まで増やすと発表。三井物産は上場したビヨンドミートに出資。日本での販売に向けて準備をしている。食品卸売業者の西本ウィスメティックホールディングス株式会社は、オーシャンハガーフーズが開発したトマト、醤油、砂糖、水、ごま油から作られたマグロの代替品であるアヒミを、 全世界で売り出す予定。西本では、ナスから作った、うなぎも開発しているという。2019年4月、食品宅配のオイシックスラ、第一が、米国のビーガン食宅配会社のスリーライムズを、買収し、米国で、食品宅配事業に参入。マルダイ食品、伊藤ハム、SB 食品、大塚ホールディングス、健康マヨネーズなども代替肉食品を売り出している。 食肉国内最用手の日本ハムが3月、植物性の材料を使う、植物肉市場に参入、動物保護や健康志向の高まりといった観点から、植物肉の需要は世界で急増し、2030年には9兆円市場になるとの予測もある2020年夏、モスフードサービスが代替肉などを使った植物性100%のハンバーガーを全国販売開始、 大豆由来の植物肉原料を開発、製造するスタートアップである大豆株式会社が、株式会社農林業業成長産業化支援機構、三菱 UFJ キャピタル株式会社等の5社を、引き受け先とする第三者割当増資により、総額6.5億円の資金調達を実施。日清食品ホールディングスは、カップヌードルの謎肉や、 卵を100%植物由来の素材で代替することも検討。動物の細胞から食用の肉を作る培養肉についても研究開発を進めていく。2020年7月、地球を終わらせないというキャッチコピーで代替肉の研究開発、販売を手掛けるネクストミー t 株式会社が美味しくて健康的かつ SDGs な代替肉、ハンバーガー、 ネクストバーガー1点をリリース。2019年2月から、ホールフーズなどの小売店は、アメリカのグッド、キャッチ社が開発した、植物由来のツナの販売を開始。他の植物由来の代替食品のメーカーと、同様、グッド、キャッチ社も急増する需要への対応に苦労しており、資金調達を急ぐために2019年6月26日、コンバーチブルノートの発行により1000万ドルを、 調達したという。持続可能な食品の開発をしているテレミのフーズも、新菌ベースにソウルを組み合わせて作った魚を使わないサーモンのバーガーを開発し、2018年末に売り出される予定となっている。ドイツの食品テクノロジー、企業クレアナは植物性の寿司を研究。初めに開発された商品は、ビーガンマグロ赤みナサシム。二千十九年。 食肉加工を手体ンフーズは海藻と大豆タンパク質を使用してエビを作る植物ベースの振興企業であるニューウェーブフーズに投資。2020年中国のスタートアップゼンミットが新製品として植物性のエビを発表。ありがとうございます。